で、次、5974番。これなんて言うんですか？はい、丸いイオです。これで丸い、丸いイオ。はい。さっきの人で友達ですか？え、さっきのって？ああ、それでわかると思ったんです。え、どっか威力がなかったですよね。ごめんなさい。はい、さっきの人と友達です。どうなんですか？え、内藤さん、わかってるじゃないですか。同じスクール？はい。じゃあ、待ってください。ひょっとして、A ですか？その手は？え？ああ！これ、バイト、アルバイトのフランクフルトやってたから。なんですか、そのポーズ。今日はアップにしてこなかったから、ちょっとこ携帯電話止めてください。スマホです。同じです。同じじゃねえよな。同じだってよ。あ、ちょっとお腹が痛くなったんで、申し訳ないですが、途中、退職させていただきます。やめるの？それは退職です。ちょっと待ってくださいよ。今日、面接なんですよ、これ。続きは？まだ後日ご連絡します。じゃあ、もう A と B に人入ってるから続きやりましょうよ。ああ。もしもし、書いてください。ちょっと待ってください。聞かないんですよ、僕の話も。後日、伺います。うちに来てくれるんですね。いえ。その手は何ですか？ああ、失礼。弊社はちゃんと休みがある会社です。そして、体調が悪くなったら帰れる会社です。それは、弊社が競争力があるからです。わかりますか？え、わかります。なんていうか、人のことを人として扱うみたいな。それは競争力ではありません。なんでですか？これも競争力でしょ？人をちゃんと人として扱うのは競争力じゃないんですか？なるほど。哲学？文学ですか？文学の哲学ですか？ね、わかりました。造形美大です。造形美大です。象が好きですか？キリンが好きですか？セクハラね、それ。なぜですか？耐えてるんですか、そのことですか？いえ。セクハラじゃないです。動物差別ですか？動物差別じゃないです。いいそこ間違えました。いいそこ間違えました、だって動物差別じゃないですよ、面接官様。わかりました。教えてあげましたからね。はい、ありがとうございます。いいのやってください。終わりなんでしょ？私、お腹痛くなってきたから、帰ります。後日、呼んでください。いえ、呼びません。この会社、一体何の会社なんですか？知らないんですか？はい。なんかイメージ違うかなと思って。今日、弊社のこと、何の会社かご存じない方は手を挙げてください。噛んだね。メーカーでしょ？メーカー。はい、メーカーです。何のメーカーですか？あられ？それとも、おやつ？お菓子かな？それとも、おにぎり？いえ、おむすびの何かです。9821番の方。ちょっと何でそんな飛ばすんですか？あらかじめアンケート取っておりますので、その中から気になった方だけ数字を呼ばせていただきます。
じゃあなんで僕たち座ってるんですか、こういうふうに。今日の方は全員実は採用できないんですけども、ひょっとしてっていうのもあります。無理だな、弊社には無理だなと思った人物の中から、ひょっとしたら人材になってくださる方がいるかもしれない。逆でしょ、人材から人物が出てくるんでしょ。名人、名人、間違えた。名人心ですか。あなた方はもう人物なんでしょ。弊社にとって人材かどうかが大事なんです。目から鱗、この会社入りたい、私たち人物って言われた。会社にとって人材かどうかだけで落とすなんてどういうことですか。人物なのに。だから最後の高森にとっていらない班はあるでしょ。最後ならな、例えば長嶋選手なんかいらないチームもあるでしょ。そらやっかりでしょ。野村みたいな、はい、ゲームのヘッドです。やった俺、ナイスナイス、長打だ長打だ。これはアンダー長打ではありません。面白い映画の、聞いたかみんな。俺しか分かんないんだ。採用だ、この会社あるでしょ、採用電気でしょ。違います。最近このような人物が東京の新卒の方々というのは存じております。その中からメーカーに来てほしい人材、そして弊社というメーカー、おむすびのメーカーに行ったりかどうか独断で判断させていただきます。構いませんか。なんかきっぱり言う人だな。すっきりしてるな、頭。なんか爽やかった感じ。ねえ、全員採用してよ。なんでそうなんですか。はい、いいです。